text, I know it's a toss. Oh, but I hate the fact that we lost such. The Uber pulling up on call. Tell me, is you trying to fall through? I'ma leave it up to you. What you wanna do? Look, I'm trying to spend this time with you. Know we overdue. What you doing right now? Baby, won't you swing my way? It's been a day and I've been thinking out loud. I know I want you. Long time since the last time. Got a tab, we can run up. Knew you from the way, now we grown up. My look, yeah, made the realest ones nervous. But if you want it, tap in. I think that I know somewhere that we could go to crash in. We could keep the pace on slow jam. Don't leave me on red. Can we go back where we first began? No plans, all we have was the moment. はい、じゃあ隣のサイトはどんなだろう。13サイト目、またヤバい人いましたよまあでもこの隣のサイトはどんなだろう、始めるきっかけにもなった。ずっとこのチャンネル見てくれてる人は知ってるかなって思いますけど、じゃあ早速行ってみましょうかレッツゴーはい、じゃあ13サイト目、パパティアのキャンプスタイルを変えることになった変えるきっかけにも なったキーキャンさんでーすいつもの僕でーす僕でーす、やっぱお前かいやもうでも今回も前回会った時とまたさらにレベルアップした、もううまくないなってますので、早速入り口のあれから行きますか。そう、行きましょうか、行きましょうか、はい、入り口からもなんだかよくわからない見たことのないものがたくさんぶら下がってるんやけども、これそう、これはそうですね、和歌山のフラントさんと、まあ、バリスコラボで、で、まあ、チョコチップってやつが最近始まって、だからバリスネの、ラインナップではないこのチョコチップ。あ、そうなんですね。でこの前実は H&O っていうガレージブランドの H&O 祭りっていうのがあって、こっちの上が H&O の作品なんで、なんかここに裏側に置いてある、まあ、あ、なるほど。で、それのブラントの塗装なんです。またこれすごい商品。そう、ね、これはね、僕抽選で外れてたんやけど、ちょっと知り合いが、キーさんこれ欲しかったんよねって言って譲ってもらって、うん、ありがとうって買うって言ってそれもまた抽選販売の抽選。あ、すごい。いや、でも何やろ、いっぱい聞きたいことがありすぎていやいやいやこの辺のグラインドロッジのね、そう、フック、そう、これはボアボさんっていうか、沖縄の川のショップさんと、はいはい、グラインドロッジのコラボ。あ、コラボなんだ。コラボの、なんで今生釣り会の時に川釣り会っていうのもやってる、川のみでやってるね。これ結構ね、良心的なお値段、あんまり値段はいいかも。かわいい。でもこれ、これで一気におしゃれ感がすごい。まあ僕が真鍮好きなんで、あ、フックの形がなんかかわいい。かわいいですよね、S みたいな。かわいい。僕は好きです。天板もね、天板もやばいね、吸ってるっすもんね。吸ってますね、バースの天板にかっこいい。まあ特別仕様の僕出専用の真鍮入れてますけど、もう全部細部までこだわり抜いたね、一角です。服なんかもうかけれたらいいや。そう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 。そう、もうこだわりがすごい詰まってる。そうですね。もうここもね、パパさんがずっと欲しかった。ずっと欲しかった。三角の。アッソブのね。絶妙になんか高い感じがした。いやいや。絶妙になんか。絶妙に。もうね、出た時に、あ、買っとこうと思って買って。
じゃあ中もちょっとすごいんで行きましょう、中はい、うん、あの、まあ、これもこれね、うん、この前のそれもさっき言ってた H&O 祭りの時にこれも抽選で買いました。本命はこれじゃなかったです。本命は外れちゃった。本命は外れました。本当はね、サメ柄の方が僕は欲しいかなと思ってた。でもこれはこれ使ってみたら全然使い勝手良かったんで。いや、ほんでこのね、ランタンのこれも。そうですね、これもグラインドロッチと、グラインドロッチとボアブザンと、で、あと、静岡のアントルポっていうところの、美容室の、まあ、トリプルコラボになるのかな。いやでも一応このサイズのこの袋は2個しかない世の中で。もう一人も知ってるけど持ってる人は。ほんならもうあの売ろうもんならあいつ売りやがったって。あいつねっていう。この前一緒に写真撮ったやつだから2個。どっちかやもんね。そうそうそう。すごいな。結構。でこの晴れテーブル。晴れテーブルね、そうですね。晴れテーブルもなかなか手に入らない。そうですね。まあでも昔よりマシになったんじゃないかなと僕は思うけど。今いろんなメーカーからテーブル出てるけど、やっぱり可愛いな。これも最近こっちのビルドインできるようにハイドアウトクラフトさんから出たやつが。あ、へえ。ちょっと入れてみて。結構使い勝手良くなったですね、これ。すごい。でまた、天板もね、手作り。そうですね、手作りとかは作ってもらったんですけど。天板というか、あと、ごとくです。ごとく。まあ、自分でやってみて、面白いかなと思ってやってみたけど、難しいっす。やっぱ難しい。難しいっす。熱をつかむのは難しいです、鉄は。今度ここね。これはそれも僕の手作りです。このフック自体全部めっちゃこう可愛いなぁ思って全部全部真鍮のとこまで曲げて手曲げです。すごい。いやほんでね、ま、これもボン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 もなかなか手に入らない入らないそういうかこれこそ世界に1個いやねえ、アルミボンボンはのブラン、これもブラントの塗装なんで、ブラントカラーの。このカラーが最近気に入ってる。気に入ってる。こういうベージュとグレーの間みたいな、ベージュみたいな。なんかこの辺もそうやって。これもブラントカラーなんで。あ、これブラン、これもブラントの、さっき言ってたチョコチップのブラントの特別仕様。特別ばっかりや。特別が詰まってる。でもこの奥、これが衝撃的すぎて。これも手作りなんですよね。そうですね、カスタムを自分でやってみたって感じですね。カスタムの仕方がもうかっこよすぎて。えぐい。えぐいよな。いや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 、すごい。まあなんか自分で一人でやるときこっち向けて一人でコーヒー入れるってちょうどいいサイズかな。ああなるほど。ここに全部コーヒーセット入れてたな。そうそう。出してめっちゃいいな。あとは横にねあのフラットバーなんかなんか置けたらちょうどいいかなって感じ。椅子もめっちゃいかついんですよ、椅子ね、これこれも避けます。これもねバリスのロッキングラン had them walk on this voyage double parked in the tourist thank the ones before us to let us peep this was for us turn for us and the poor up nice but ladies and three letters but they call us これも抽選ですからね。今多いな抽選販売。なかなか当たらへんし、なかなか僕も当たらないです。こっちはもうデバイスの
duffel bag filled to the teeth. When I look at what I see, I can truly say that's all me. Pack my things up, make some pit stops. Catch me in the hilltops on the side of the country. Came back from being down 1-3. Keep the family roots like we came from one tree. その生釣りすることによってもう自分だけの、そうっすね、一点もんみたいな感じになりますね。なりますもんね。その人の趣味が分かりますね。あ、なんか、あ、こういうの好きなんやなっていうのが。確かに僕みたいに目ん玉大好き。目ん玉だらけやもんね。目ん玉だらけ。ずっと見られてやもん。すごいなぁ。あとはパパさんとお揃いの鳥かごと、おお、あ、こちらね、色違いの、あ、ソルオルもね、そうっすね。私この前初めて応募したんやけど、まあ外れる。まあ当たんないですね。あのピンクの、ピンクのあのナチュモンさんの、うん、はい、絶対当たんない。まあ当たったらすごい。僕も2年かかったんですよね、1個買うの。すごいな。これはこれでまた沼ですもんね。そうですね。うん、楽しんで、かっこいいやつがあれば。そうですよね。うん、え、GYC さんの GYC さんの名前が忘れた。これ確か土って言うんだよ。ランタン自体はデイツ？そうですね、デイツの普通のメッキのこれは土黒だったんです。引っ越し祝いで、そここれで買って、カスタムして。すごい。いや、いかついサイトでした。もう疲れたな。お腹いっぱい。いや、そんなキーキャンはキャンプ歴何年ですか？何年なんすかね。真面目にキャンプをやろうと思ったのが6年ぐらいかな。なんかふわっとなんかキャンプしたいなって感じになってきて、したいなっていうか、もともとはしてたって言った方がいいですね。バーベキューの延長線上でテント立てて寝てたぐらいで、なるほど。本気になって6年かな。やっぱ6年ぐらいしたらもうここまで行き着くんや。いかんよ。なかなか行けないよね。いかんよ。いやもうすごい、ありがとうございました。ありがとうございます。もうキーちゃんでした。12サイト目は12サイト目、 13か。13サイト目はキーキャンさんでした。ありがとうございました。多分またお会いするから。ちょいちょい現れます。ありがとうございました。